もしもグレタマがお医者さんだったら。最近仕事中元気が出なくて。お薬出しときますね。あれ診察は？なんかやる気出なくて。お薬用意しますね。え、終わり？お薬です。お大事に。ありがとうございます。え、卵元気になるかもしれないけど薬じゃないだろう。今週も寒波に注意してください。こたつでぬくぬく過ごしたいわ。グレタマ、この箱何？テレビって言うんだよ。ご覧ください、華麗なステップです。なんじゃこりゃ。ブレブレしてても情報知れて楽だよ。私感動しております。石井アナ、いつも暑苦しいな。なんて感動的なんだ、テレビってすごい。それって内容とテレビどっちに感動してるの？トリプルアクセルだ。テレビに影響されすぎっしょ。チャンネル登録をしてね。そんな物好きいるの？